こんにちは。今回は紅葉の渓流の風景画を空想で描きました。まずは全体の流れをざっと見ていただいてから、動画の後半で描く時のポイントや描き方など要点などを詳しくナレーション解説していますので、ぜひ最後まで見て参考にしていただけたら嬉しいです。それではまずは全体の流れをご覧ください。
こんにちは。今回は、空想でこの渓流の紅葉の渓流の風景画の各過程をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。今から少し描くときのポイントだったり要点を少しずつ説明していこうと思います。で、まず今回はこの遠くの方は黄色い色合いにして、この手前に赤をしっかりと持ってくるような描き方で描きました。で、まず一番初めはこの遠くの部分の紅葉ですね。ここはこのように筆を叩くようにしてポンポンポンと軽く叩くように、黄色を中心にそこからだんだんとオレンジ色とか山吹色、赤とか緑を加えながら、このキャンバス上で色をなじませていくような感じで色をのせていきます。上から重ねるように描いていくと、自然とキャンバス上で色がこう混ざり合った部分ができて、いい感じにグラデーションができると思います。で、ある程度描けたら、今度はこのように筆を、何も水もついていない、絵の具もついていない筆で、このように上からこすってぼかしていきます。で、こうすることでこの後描いていく手前の風景をより引き立たせることができるんですね。この遠くの部分がはっきりとした感じになってしまうと、この手前の方も葉っぱの部分と遠くの方の葉っぱの部分の境目がわからなくなってごちゃごちゃしてしまうので、ここは遠くの部分をぼかすことでよりこの遠近感を表現することができて、手前の葉っぱを描き込んでいくものをより引き立たせることができます。で、今回はこの手前のこの赤とかオレンジ色のはっきりとしたこの赤い紅葉を引き立たせるために、今回はこの木は真っ黒で描きましたね。で、木を描くときっていうのは、いつもこの木の質感を出す描き方とか、それからこの光が当たっている方に光の、ちょっと明るい色を入れながら、このペインティングナイフを使って描いたりとか、今まで木を描く描き方とかいろいろたくさん動画を出しておりますけども、その中でも大抵今まで木は木の質感を出す描き方で、光を取り入れて立体感を出す描き方で描いてきたと思うんですが、今回はこの手前の紅葉をはっきりと見せるために、あえてそういった描き方はせずに真っ黒で描きました。で、このようにまず絵を描くときは、何を一番メインに見せたいかっていうのを決めると、そういった引き算をした表現をすることができるんですね。それによってこのより紅葉を引き立たせる表現をすることができます。で、これ例えば木を茶色で、グラデーションをつけて、光の当たってる方に少し黄色みがかった色合いにしてグラデーションをつけたりして描いてしまうと、この手前の紅葉の部分と色がこうダブってしまいますよね。似たような色合いになってしまって、この葉っぱが引き立たなくなってしまうんですよね。なので、そういった描き方は今回はせずに真っ黒で表現しました。で、ここからは今度は滝を描いていきます。こことこことここの3箇所に小さな滝を作りました。で、川を描くときは、この滝と滝の間のこの部分ですね。ここは、紅葉のこの上の部分の空の部分の葉っぱの色合いが反射しているので、最初に白を軽く塗ってから、この紅葉の色合いを少しなじませてシュシュッと描くと、いい感じにこの反映した色合いを描くことができます。で、この滝はこの流れの一番強い部分ですね。この部分だけは、白を少し多めにして、で、その流れの強い部分のところの上下の部分、この上の少し、1センチぐらいのところと、それからこの下の
まあ、1.5 センチぐらいですかね。この辺りが一番流れが強くなっているので、この辺りだけ、白を最後に多めに入れると、いい感じにこの流れの強さや水の質感を出すことができますね。で、この跳ねている部分とかは、ハケとかを使って、ピシャピシャっとこう少し水の跳ねた感じも取り入れると、よりこの水が流れて動いている感じを表現できると思います。で、あとはこの滝をうまく描く時のポイントとしては、この白を真っ白で描くんではなくて、この部分的にこの岩肌が見えているような感じにして、部分的に黒を少し部分的にシュッシュッと水の流れに沿って入れてあげると、うまく表現できると思います。で、こちらの岩の部分ですね。これは、土台は真っ黒で描いておいて、まあ、若干白とか上に乗せておいてもいいんですが、完全に乾いてから、この苔を生えた感じを少し、上から、塗りました。で、これは緑と白と茶色を混ぜた色合い。これを絵の具を乾いた筆につけて、このようにパレットの空いたところで余分な絵の具を拭き取った状態にして、パサパサにした状態で筆にほんの少しついてるかなぐらいの状態にして、このようにこすりつけるようにして、完全に乾いた岩肌にこのようにいろんな方向に筆を動かしながら描いてあげると、いい感じにこの苔の生えたこの岩肌の質感を出しながら苔を表現することができます。このように筆の向きをいろいろ変えながらガサガサと描いてあげると、このゴツゴツとした、岩の質感を出しながら表現できますね。こういった感じで全体に少しこの苔の生えた感じを出すと、いい感じに雰囲気が出ると思います。で、あとはこの一番最後にこの一番手前の部分ですね。この一番手前の部分の紅葉の部分だけ少し部分的に丁寧に葉っぱを描き込んであげると、このよりこの奥行き感が遠近感を出すことはできますね。なので少し手前の部分だけ描き込んであげて、あとはこの遠くの部分の岩を、細かい小さな岩をちょんちょんちょんとこのように描いてあげることで、この遠近感をより強調して、立体感も出て奥行き感も出ると思います。ということで、要点をご紹介しました。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。